小悟空、本当に行けるの？あ、シャオゴ、花火大会車で行くんだろ？とりあえず前に車止めたけど。お読みさん、急ぎましょう。しずるさん、なんでなんで、しんくん、どうして、みんな知り合いってことか。俺は俺は最近知り合ったばかりっす。二人がまたいらしてくださるとは感激っす。ウェルカムっす。そっちこそ俺の高校の先輩方なんだよ。友達でいいわよ。そうよ、もうお友達じゃない。じゃあみんな一緒に行こっか。ショーゴ、お前レンタカー借りろよ。あるんだよ。いや、正確には金はお前が出せ、技術は俺が提供しよう。まあね。言いたいところだが、トビ、お前の力がぜひとも必要だ。ゴングリパングリと行きましょうか。ほら、二手に分かれるんでしょ。ショーゴ君知らないの？ちょっとしずる、ゴングリパングリ？何よそれ。グーですよ。
島でしょ。少年、君どこ出身よ。バリバリの千早子さん。であるこの俺に聞いてくれ。すっきりと解決して差し上げましょう。この辺でそういうのはね、普通すっきりさっぱりはっきりと単純明快簡潔に元元所所って言うんだよ。外れて別でやって。せーの。もう一度。車に問題があるんだよ。じゃあ行ってみましょうか。レッツラドヒン。何言ってんのよ。レッツゴーって言うんでしょ。ちはやローカルでは常識よ。聞いたことないっす。生まれた時から
早く言ってよ、しらけるじゃない。君ってこの辺の子じゃないのね。少年、君どこ出身よ。だからバリバリの気早っこっす。いってらっしゃい、バグロー。頑張れよ、健闘を祈る。今度こそみんなで元気よく声を高らかに、レッツロドヒーン。さあ、ショウゴくん、ネオちゃん、ミフちゃんはこっちよ。いらっしゃい。お願いします。ロビー君のところにね。ラジャー頼むぜ、トビー。はいよ。
ペシャルな走りだったね。スペシャルだね。最高だったね。だね。祥吾くん大丈夫？何か悪いものでも食べた？の頃にまた合流するってことで、携帯に連絡してちょうだいね。いい？どうしたの祥吾くん、顔色が優れないようだけど、何か心の片隅に不安でも抱えちゃったのかな。でも今日は話を聞いてあげないと。女にとって夏の夜の海はのんびりと過ごす場所じゃないの。